皆さん、こんにちは。クラスメソッド AWS 事業本部オペレーション部の池田です。もともとはブログで書こうと思っていたのですが、なかなかうまく表現しきれず、もやもやしていたことを昨今の様々な流れに便乗して動画でお伝えしてみようと思います。この動画では、セービングプランについて 多くいいいいただいているお問い合わせをご紹介しますちなみに、セービングスプランズは、日本語では複数形の S を意識せず、セービングプランと発音していいようです。これは、こちらの AWS ウェビナーの動画でご確認いただくことが可能です。なお この動画は非常にわかりやすくセービングプランについて説明してくださっていますので一度ご覧いただくことをお勧めしますでは本題に入りたいと思いますリザーブドインスタンスであれば常時稼働させるインスタンスの台数分を購入することで割引が適用されるため何をいくつ購入するかということにあまり悩む必要がなかったかと思います一方 セービングプランでは時間単位のコミットが必要となっています。またコミットした金額を超過した分についてはオンンデマンド料金が計上されます。この違いによってリザーブドインスタンスを購入する時とは違う考え方をする必要があるのですが言葉や文章だけではちょっとイメージしにくいなぁと思いましたので簡単な表を作ってみました。 はい。それがこちらですね。わかりやすくするために非常に極端な例を用意しました。この例では、東京リージョンにおいて、M5 ラージの Linux EC2 インスタンスを3台、毎日決まった時間に8時間ずつ利用することを表しています。リザーブドインスタンスでも、EC2 インスタンスセービングプランでも、M5 ラージ1台分を購入すればいいと、 すぐにイメージできると思います次はちょっとややこしいケースを考えてみますこの例では4台のインスタンスが登場しますこの場合もすべて M5Large の Linux EC2 インスタンスを毎日決まった時間にだけ利用する前提としますオンデマンド料金は 単純に全インスタンスの稼働時間を合計したものに1時間あたりの料金をかけることで求められますから1日あたりの費用は4.96ドルであるとすぐにわかります。AWS の料金ページによりますと EC2 インスタンスセービングプランで1年前払いなし M5 ファミリーを東京リージョンで利用する場合 セービンングプラン料金は1時間あたりり0.086ドルととなっていることがわかります。ではセービングプランのコミット額をどうするかという視点になりますとこの表のままではちょっとわかりにくいと思いますなのでインスタンスごとの稼働ではなく時間ごとの稼働状況という視点に表を作り変えてみます こちらが1時間あたりの稼働台数という視点で作成した表になりますどのインスタンスがということを意識しないようインスタンス名は削除しています何時に何台稼働しているかというところは分かりやすくなったと思いますこの表のような稼働状況の場合は1台分となる1時間あたり 0.086ドルをコミットすするのが適切とと考えていいかと思いか思ます実際にはもっと複雑な稼働状況だったりいろいろなインスタンスファミリーを利用していたりするでしょうからこんな単純な話にはならないんですけれどもセービングプラン料金はインスタンスが稼働しているかどうかに関係なく毎時間支払う必要があります。ですので 常に稼働しているインスタンスの費用を考慮して購入をするのが基本になるというふうにお考えください。この表のように複数台が対象であってもそれぞれ特定の時間にのみ稼働する場合などはコミット額を検討しやすいですが稼働時間分のオンデマンド料金とセービングプランを利用する場合に 毎時間発生するる料金を計算しどちらが結果的に安くなるのか例えば1日あたり数時間分のコミット額は無駄になったとしてもトータルの費用が安くなるといったケースも出てくるかもしれませんそういったことを総合的に判断して最終的なコミット額を決定する必要があると思いますこの表にある例を利用して 次のお問いい合わせについてご紹介しますこのような利用状況の場合にセービングプラン料金1時間あたり0.086ドルのコミットを行うと稼働したすべてのインスタンスの料金が割り引かれるのかというご質問ですがこれはある意味イエスなのですが今回の例で言えば答えはノーになります。 繰り返しになりますがセービングプランは1時間あたりの利用額をコミットしそれを超過した分はオンデマンド料金になる仕組みです複数台が稼働している時間帯はどのインスタンスの料金を割り引くかについては利用者側で指定することはできませんリザーブドインスタンス同様セービングプランもインスタンスに紐づくものではなく 適用用対象の利用料金を割引く仕組みだからです。この表の場合ですと稼働が1台となっている時間帯は割り引かれた金額である1時間あたり0.086ドルとなりますが2台以上が稼働している時間帯についてはどれか1台の利用料金が割り引かれることになり残りのインスタンスに対して オンンデマンド料金が計上されることになりますこの場合ですと背景色を黄色くしたセルの部分がオンデマンド料金の対象になります次のお問い合わせ事例は常時稼働するインスタンスは1台だけれども少し多めに2台分つまり1時間あたり0.172ドルをコミットしたセービングプランを購入しておくと 時々稼働するインスタンスに対して2台分の範囲で自動的に割引が適用されるのかというお問い合わせです。こちらの答えは NO となります。セービングプランを購入すると1時間あたりの料金が割り引かれますがこれはインスタンスが稼働していなくても支払う必要があります。よってこの場合正しくはこのようになります。 なぜなら時間あたりの利用金額をコミットしているからです。そのため1台しか稼働していない時間においても2台分のコミット額を支払うことになりますこの例では稼働インスタンスの台数や時間も少なく同一インスタンスタイプとしていますので結果的にオンデマンド料金の場合と比較しても安く済んでいますが 実際にはもっと多くの種類のインスタンスが稼働していたりすると思います。そうなった場合にもオンデマンド料金より安く済むのかとなるとその限りではないものと思います。似たような質問として2台分のセービングプランを購入しておけばその時間に収まる全てのインスタンスに割引が適用されるのか使わなかったコミット額は繰り越されるのか といいうお問い合わせもありますこちらにつきましても答えはノーとなりますご質問の背景として2台分のセービングプランは1日あたり48時間分となるのでそれ以下の稼働であれば全てのインスタンス料金に割引が適用されるのではないかとお考えになっているケースが多いようです。 ですが、セービングプランは1時間あたりの利用額をコミットする仕組みであり、1日のうちや1ヶ月1年といった期間を対象としたコミットではありません。また、先ほどお伝えしましたように、過去に利用されなかった分が繰り越されるということもありませんので、このような料金が 形状されることになりますでは、今回例に用いたケースではどのような買い方をするのが良いのかということになりますと1台分のセービングプランを購入するのが適切であるというふうに考えられますこちらでご覧いただきますように1日あたりの合計費用が一番安くなっていることがわかります リザーブドインスタンスもセービングプランもインスタンスに紐づくものではありませんがリザーブドインスタンスの場合はどのインスタンスに適用させたいという視点で購入対象を選定しても特に問題はありませんでしたですがここまででご紹介しましたようにセービングプランの場合は毎時間いくらの利用費が発生しているかという視点に立って 最低でもいくら使っているからその分をコミットして削減しようというアプローチが必要であると考えられます2019年12月に札幌で開催したクラスメソッドのイベントリ・グロースでこのような発表をさせていただきその中で次のようなことをお伝えしました定常的に利用するリソースの費用は リザーブドインスタンスやセービングプランで削減することが可能ですがスケールやバーストした時の分までをカバーさせようとするのはさすがに無理があると思いますなぜならそれらは予測不能な範囲となるからですあらかじめ予測できるものはスポットインスタンスを利用する方が総合的なコスト削減につながるのではないかと思います この動画では EC2 のみを例に挙げて紹介しましたが、セービングプランは EC2 インスタンスのほかに、ファーゲートやラムダに対しても割引が適用されます。ですので、なおのこと、どのインスタンスの利用費を安くするという視点ではなく、アカウント全体で利用しているセービングプラン適用対象となるリソースにおいて、 定常的に利用するものの費用を削減するものであるということを忘れないでくださいこの動画がどなたかのお役に立てば幸いですそれでは今日はこの辺で